こんにちは、ヘケケでございます。はいはいはい。今回も、ぼっちを触る回でございます。最近ぼっちをずっと触ってるせいか、どんなに能力の低い人物でも、いるだけマシと思えるようになってきました。いやほんと皆さん、人を大切にしましょうね。どんなに能力が低くてもいるだけマシです。いやほんと放っておいても軍開発してくれますしね。軍隊はやってくれないんですわ。そんなわけであなたの職場のできない彼も、多分なんかやってくれてますよ、知らんけど。ということで、言いたいことも言ったので早速始めていきますぞい。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。そんなわけで、どうせ誰も見ないだろと思って作った、波岡さん動画がなぜか伸びたので、調子に乗ってぼっちを触る回、2回目でございます。どうせ伸びるのは最初だけだろ。今回はハイドン。ぼっち界の言う、秋月さんをなんとかしてみるわよ。前回も言ったけどぼっち界の言うって何なんだよ。いや一番有名かなって。それ多分お前の中だけだぞ。そんなわけないでしょ、面白いこと言うわね。いやいや現実見ろよ。まあそんなことはどうでもいいから、早速始めていくわよ。ぼっちの秋月さんは、1546年の信長元服シナリオの九州、御所三条からスタートよ。今回も難易度は超級、姫武将架空姫ありの設定となっております。そんでまあ、まずは状況確認だけど、この秋月家、北は大内、南は大友という大国に囲まれてまして、東に小勢力の紀伊さんがいるものの、この人は開始時点から大内に侵入してて、ほぼ 100% 大友に食われるので、実質的にどこにも侵入しないというのは厳しい立ち位置ね。でも侵入しないでやるんだろ？一応試してはみたんだけどね。正直厳しいわね。この古書三条、山城で非常に守りやすい形状だから、武将一人でも一応大国の襲撃を攻城戦で撃退することは可能なのよ。ただ、二大国に囲まれてるってのが問題で、片方を撃退して弱ってるところにもう片方が攻めてくるのよね。で、こうなるともうどうにもならんのよ。確かに連戦はきつい。ということで早々に諦めたわ。そもそもこの連戦を切り抜けても、ここから拡張できる気もしないしね。拡張、無理だろうな。ってことで、初手で大友に侵入しました。ちなみに大内は生き残ってるところを見たことがないので、大内に侵入の選択肢はないわね。こいつ 100% 毛利と大友に食われるよな。で、しばらく軍開発をしながら大内に嫌がらせ。これやらないと大内から襲撃が来るのよね。まあやられる前に嫌がらせするのはこのゲームの基本だな、知らんけど。それからゲーム開始1年くらいのところで、東隣の紀伊さんが大友に襲われてたので、ワンチャン取れないかなと部隊を送ったものの、これは撃退されちゃったわ。普通に取れそうに見えたんだが、いやどうせ無理だろうと思って1部隊しか送らなかったのが失敗だったわね。ここで2部隊以上送ってれば合戦で援軍は潰せたから、多分取れたと思うんだけど、この辺は完全に判断ミスね。ここで武将取れると良かったんだけどな。ちなみに聞いた二条は大友さんが無事落としたみたいよ。まあこれで背後の安全が確保できたってことにしとこう。それでこの後すぐ、大内領の立花山城を取りに行ったんだけど、落城寸前で毛利に仲介を入れられたわ。そういえば無印で秋月触った時も、こんな感じで仲介入れられたな。それでこれを待っていたかのように、大友さんが大内への攻勢を開始。立花山城はあっさり大友に落とされましたとさ、やってることが全部裏目に出てるな。まあこの辺まではワンチャン取れればいいなくらいのつもりで動いてたからいいのよ。ということで、秋月家はここからが本番です。今までのは何だったんだよ。プロローグみたいなもんね。とりあえず大友さんが後方を抑えて安全確保ができるまでと、小児家が残り1畳になるまで待ってた感じよ。それじゃあゲーム開始から2年、小児家の征服事情攻略に向けて大友さんに援軍を要請しまして、進行を開始。援軍全滅してるんだが。いや、思いのほか援軍の到着が早くて、動きを合わせられなかったのよ。1年後、再び援軍を要請。1年後って。さっきのは完全に無駄だったな。まあ別にこっちに被害があったわけじゃないからいいのよ。ってことで今回はしっかり連携を取りまして、無事包囲開始。援軍の腰兵糧不足で数が減ったところで、敵が撃って出てきたんだけど、これは大友さんの部隊に主に頑張ってもらって、特に被害もなく撃破したわ。あとは部隊を何度か入れ替えて包囲を継続しまして。
全然城の耐久が減らないので、もう一回大友さんに援軍を要請。一つの城に何回要請してんだよ。でも一応包囲開始から1年以内で落とすことができたわよ。で、これで小児家が滅亡しまして、小児家の人材救命をゲット。とりあえずぼっち脱却か。そして九州統一を家臣に提案される秋月さん。ここから統一できると思ってる家臣はどうかしてるよな。でもって奪った征服事情には、忠誠が若干不安だけど他に入れれる人がいないので、小児さんにそのまま入ってもらったわ。まあ包囲されなきゃ大丈夫だろ。ちなみにこの頃の九州情勢ですが、すでに島津が長崎の方まで北上してきております。ゲーム開始5年でもうここまで来てるんだな。で、この後伊万里城への進攻が始まったのを見て、こちらも佐賀城攻略を開始。この途中でうちで唯一の侍大将、小二さんがお亡くなりになったわ。いきなり上司殺されてて草。しかもこれ、大内さんの仲介を受けて停戦が入りまして、その隙にかまちさんに攻略されるという惨憺な結果になりました。貴重な雄三寺家の人材が。それでこの佐賀城、この後島津に落とされまして、そいつを落としてようやく攻略できましたとさ。ちなみにここで2名ゲット。本当は雄三寺の人材がっつりゲットのはずだったのにな。佐賀城獲得後、島津から大きな攻勢もなかったので、伊万里城に対して嫌がらせを実施。この間に、ようやく侍大将が育ってきて、城主を受けるようになったわ。ゲーム開始8年で侍大将6人、武将以上は1人もいないとは。まあまだ城3つだし、心中しててそんなに外交の必要もないしね。今のところ問題はないわよ。で、ある程度落ち着いたところで、伊万里城攻略を開始。先行してきた部隊を軽くひねった後、敵の本隊が到着。こいつを迎え撃ったんだけど、これ敵に日進災害ましてね。こいつ戦法が混乱なのよね。思いっきり混乱食らってるな。一応こちらも混乱で対抗したんだけど、結果的に兵力を半分も持っていかれたわ。やっぱ混乱持ち相手はきついな。島津家は全体的に能力が高いから余計にきついわね。とはいえヤバいのは日進災と、同じく混乱系の釣り信瀬を持ってる家久さくらいなので、その辺に注意しておけばなんとか対応はできるかな。ということで無事伊万里城も制圧完了。ここでは血薬高めの西郷さんが来てくれたわ。一人か。圧倒的に人材が足りてないな。ぶっちゃけ城が育たなくてちょっときつくなってきたわね。ゲーム開始9年目、大村城攻めを開始したんだけど、予想外に宗家が攻めてきたこともあって、一旦は制圧できたものの、総軍迎撃で城の防衛が間に合わず再び取られちゃったわ。前後から来られると厳しいな。とはいえこの進行ではそこまで大きなダメージは受けなかったので、敵の残存部隊を倒したところですぐさま再度の進行を開始。これは大きな抵抗も受けず、無事大村城を攻略できたわ。ちなみにこの後再び奪還されまして、またかよ。こちらももう一回攻略。これで最後だよな。なんだかんだでもう一回奪還されまして、え、これ何回やるの。結果的に4回くらいやってたわね。泥沼だったんだな。まあ本拠と前線が離れちゃったからね。敵の進攻が始まってから殿が前線に行く前に敵が知ろうとしちゃうのよね。そろそろ前線に本拠を移したいところだな。そうしたいけど金がないのよ。人がいないから取った城の軍開発が進まなくて全然収入が増えないのよね。もう人入れ替えて順番に開発していくしかないな。そんなわけで苦肉の策として敵前線に対していつもの嫌がらせを仕掛けることにしたわ。これやってると向こうからの攻勢がなくなるのよね。まあ国力差がありすぎると構わず攻められるんだけど、とりあえず時間稼ぎにはなってるみたいだな。ゲーム開始11年目、兵力も回復してきたので日の絵城攻めを開始。微調整して敵を4部隊巻き込むようにしまして合戦開始。こいつは軒口破壊で追い返しまして、あとはそのまま包囲して制圧完了。日の絵城は割とあっさり取れたわ。また取り返されたりしないだろうな。この城は大丈夫だったわ。なんせ取った後にすぐ制度改新の政策を通して日の絵城に本拠を移したんでね。
でもこの城あんまり強くないよな。まあ城自体は正直かなり弱いけど、殿が前線に長くいられる方が重要なのよね。ちなみにこの間に秋月さん、結婚しました。あ、おめでとうございます。お相手は妙蓮夫人。史実だと島津義久の継室になる人ね。なんでうちにいるかというと、パパの種ヶ島さんがうちに来たからよ。これで秋月さんももうぼっちじゃないな。とりあえずゲーム開始12年で持ち城が6畳。一応秋月さんは問題なく生き残れるってのは証明できたかしらね。まあぼっち大名の中では一番プレイしやすい勢力かもな。大友従属ルートを取るならだけど。従属しない場合はかなり難易度上がるわね。ということでここからはダイジェストなんだけど、火の絵城を落とした後は、後方の松浦家を滅ぼしまして、いちいち後ろから仕掛けてきて鬱陶しかった、宗家も制圧。ちなみにこの総攻めの際に、絶賛交戦中の島津の仲介で停戦するという、意味のわからない現象が起きたんだけど、これについては未だに納得ができてないわ。こういうゲームシステムとはいえ、今まさに舞台を送ってる相手の仲介を素直に聞くのは謎すぎるな。まあこの仲介で強制的に停戦させられるシステム自体あんまり納得できてないんだけど、せめて交戦していない第三者って条件はつけてほしいわね。ちょっと脱線しちゃったけど話を戻しまして、この後は島津戦に集中。泉城、岩尾城と取った頃には形勢が逆転、島津から寝返り士官も出始めまして、ゲーム開始から22年目。攻城戦の威風で全ての城を取りまして。島津家を滅亡させたわ。10年以上戦ってようやくだな。そしてゲーム開始から24年目。大友戦開始。最初に古書三条に攻めてくることは読んでいたので。昔やった無印上級の大友も開戦と同時に古書三条を攻めてきたもんな。正論持ちの武将なんかを集めて準備しておきまして。6600対4万5000で攻城戦開始。この城、最初に言った通りの山城で、進行ルートも2つしかないめちゃくちゃ硬い城なのよね。で、今回は手前のルートから3部隊、奥のルートから6部隊が進行してきたんだけど、手前のルートの敵は特に何もしないまま聖楼に削られて早々に撤退。奥のルートは一番麓の聖楼が破壊されたものの、2段目の聖楼で敵がゴリゴリ削れていきまして。かなり余裕を持って勝利したわ。これなら10万くらいに攻められてもなんとかなりそうだな。で、これで北九州の大友の城は全て出撃不能になったので、この隙をついて一気に攻勢を開始。一部毛利に取られたものの、大半の城の確保には成功しまして。こちらも最後は攻城戦で決めて、ゲーム開始から27年目。元主君の大友も倒したわ。こいつは攻城戦のおかげで簡単に勝てたな。あとは毛利に仕掛けて残りの2畳をさっと回収。無事、九州統一まで達成しましたとさ。いやぁ、ぼっち大名でもなんとかなるもんだな。まあ九州は大友が安定してるからプレイしやすいのよね。大友さん、北九州を抑えるとそこからほとんど拡張しないし、攻められることもほとんどないからこちらを呼び出すこともほぼないし、でかい城をいくつも持ってるから援軍も大体来てくれるしね。従属先としてこれほど頼れる勢力は他にないんじゃないかな。他勢力と接触するとすぐに仕掛けてくる長級プレイだと、安定してる味方がいるってのは重要だよな。はい、お疲れ様です。秋月プレイはこの辺で終了でございます。このプレイ、割と適当にプレイして、九州統一に29年もかかっておりますが、まだまだ毛利や長宗我部なんかの地方勢力も健在なので、十分に天下統一も狙えるかなと思います。まあ今のところそこまでやる気はありませんが、とりあえず秋月さんが最強ってことは分かっちゃいましたね、はっはっは。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなど、いただけると励みになりますので、よろしくお願いします。